よし、今日も昼ご飯やっていきたいと思います。今日はちょっと豪快なね飯にしたいと思いますので、まあ、これサラダ油を引いておりますが、そこに鶏もも肉1枚焼きたいと思います。わお、よし、ひっくり返しましょう。いこ、おお、いい感じ。ちょっと怖いし、アルミホイル。おっしゃ、いいんじゃないの。一回ちょっと取り出します。あ、いい感じ、いい感じ。それでは水を 100cc、 めんつゆ大さじ1ぐらいかな、酒、はあ、適当で、そこに玉ねぎ、白ネギも、よし、下ってきたら先ほどの鶏を戻す。あっち、はい、よし、卵3個分、贅沢。よし、おいで、ふた2分かな、2分ぐらいとりあえずやってみようか。よし、あ、いいぐらいじゃない。いいんじゃないの、いいんじゃないの。よいしょ、よいしょ、プラッと、はい、おお、完璧やん。よし、というわけでどうですか、プルプル、お得な親子丼試合、豪快親子丼試合というわけで、これを今日は食べたいと思います。はい、どうも、パテマス協会でございます。というわけで本日はお得の親子丼試合、鶏もも肉1枚使いました。豪快ですね。ご飯は 1.5 合ないぐらいかな。よし、ピントイで大体分かってきたぞ、お前とのこれからの付き合いが。これぐらいやったらいけんでしょう。どうじゃい、これはやばいでしょ。焼いてますから1回ね。というわけでいただきます。プルプルしてる。いただきます。うん、香ばしくてうまい。味付けはめんつゆと酒だけですからね、誰でも作れるでしょ。うん、うん、うまっ。この焼いた鶏たまらんな、この皮パリで。わかるかな、この皮のこの感じね。うん、あと、まあ鶏油がたっぷりと出てるんでね、
ちょっとその鶏の脂の甘みもあって、うん、ちょっとサクサクしてる。贅沢だね。中羽もこんな強烈なの出さないでしょ。グラム68円が90円ぐらいの、68円が70円ぐらいのもも肉なんで、ブラジルのね、安いやつなんですけどね、鶏の違いなんて俺分からんわ。鶏と豚の違いは分からん。肉は分かるけど、牛肉はね、ちょっと煮込んでるからさ、身の方を下にしてね、2、3分、それなりに鶏もね、だし含んでおるし、いつもならね、オイスターソースとかさ、白だしとか出したりもするんですけど、今日は極力シンプルにめんつゆと水、酒、うん、全然うまいっすよ。これ十分だよ。いやだ、もうなくなってきた。もうラスト1切れ。やばんないこれ。うまっ。一番ね、これね、焼いている時が一番違うんだった10分ほど変わったね、焼き上げるのは。あとはもうそんなにも、まあ玉ねぎがくたるまでの時間だけね、あれば。いや、食ってる感あるわ。肉食ってるわ。もうこれぞ親子でしょ。
親子丼ってさ、基本的にさ、親より子の方がさ、卵の方が主張してるやん。卵の中にちょろっと肉が入ってるみたいな。でもこれめちゃめちゃ鶏やから、お母さんかお父さんか知りませんけど主張してますよ。うまかったな。たまにこういうゴージャスなんか、ゴージャスというか豪快なんか食いたくなるよね。バカ、あ、そらピナコも食べたい言うわ。というわけでパチモス協会、本日は豪快もも肉1枚使った男の親子丼でございました。ごちそうさまでした。美味しゅうございました。